チームスコットはかつてロードレース世界選手権に参戦していたレーシングチーム。1992年チーム代表のチラーのムラローニとイタリアの建設会社スコット・コストルーチィニーの社長ジョバンニトーレによって設立された。チームの本部オフィスはサンマリノにあり、技術部門がイタリアのチェゼーナにある。1994年から2009年まではチームは すべてのカテゴリーでホンダのマシンを使い続けた。アンドレア・ドビツヨーゾは7年もの間チームに在籍していた。2002年に 125cc クラスにデビューし、2004年に同クラスチャンピオンを獲得。2005年に 250cc クラスにステップアップ後もチームスコットに在籍した。ドビツヨーゾは2005年にシリーズ3位になり、 2006年と2007年には連続でシリーズ2位を獲得するなど、他メーカーに比べてあまり積極的に開発が行われていなかった、ホンダ RS250RW で大検討を見せた。2008年、ドビツヨーゾはチームと一緒に最高峰、モートジッピークラスにステップアップを果たす。チームスコットは前年までの3年間後にかみ乗れたホンダの名前で参戦していた、 ジアーと共同でモートジッピーチームを運営することになった。飛び強そ素の一大体制で臨み、ホンダのサテライトチームの中では最も健闘した。表彰台を獲得し、他にもトップ5位内でのフィニッシュを6回記録、シリーズ5位の成績を収めた。2009年シーズンはジアーとの共同体制を解消し、チームスコットが単独でモートジッピーチームの運営を継続することになった。 当初はワークスのレプソルホンダチームに抜擢されたドビーツ用ゾに代わり 250cc クラスからステップアップした高橋勇樹の一大体制で臨んだが第6戦カタルニアからはガボールタルマクシが加入し二大体制になったしかし第8戦アメリカ GP を前に高橋勇樹は契約を解除されタルマクシの一大体制となった高橋 タルマク氏の両名とも、再位近辺の常連となってしまい、成功は収められなかった。一方、この年が、最後の開催となった 250cc クラスでは、KTM から移籍してきた、青山博和が、見事チャンピオンを、獲得、125cc クラスから、ステップアップしてきたラファエレでロサガシリーズ6位で、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得するという大活躍を見せた。 2010年、チームは、資金難により、モートジッピークラスからは、撤退、250cc クラス後継の元に2クラスにのみ参戦、することになった。当初ライダーは、ニッコロカネパにアレックス・デアンジェリスと、前年モートジッピークラスに参戦した2人が務めたが、第8戦ドイツ GP からは、デアンジェリスが、青山博和の負傷大役として、モートジッピークラスに復帰したため、 しばらくは、金パの一大体制での参戦が続いた。ところがチームは、資金面で、トラブルに陥り、第10戦チェコ GP を前に、チームは解散してしまった。しかし残ったスタッフが参戦を継続し、第12戦3割の GP からは、チーム名を変え、M レーシングとして、ビモータのシャシーで、金パを走らせた。第14戦日本 GP 以降は、 カネパに代わり国川博道がライダーを務めた。かつてチームに在籍していたライダーとしては、ブルーのカサノバ、ファウストグレシーに、エミリオ・アルサモラ、セテジベルナウ、ロベルト・ロカテリ、アルノー・バンサン、マイク・ディメ・オラが挙げられる。ありがとうございます。